フレデリック・ダンビエは、フランスの元フィギュアスケート選手。2002年ソルトレイクシティオリンピック、2006年トリノオリンピック男子シングルフランス代表。フランスのトゥールに生まれ、6歳でスケートを始めた。ジュニア時代の1995から1996シーズンに、世界ジュニア選手権に出場し22位。1999年のオンドレネ・ネペラメモリアルでは、 フランス人選手として、初めて4回転サルコーに成功。2001から2002シーズン、ソルトレークシティオリンピック、世界選手権で共に11位。翌2003から2004シーズン、カール・シェーファー・メモリアルで優勝。ロシア杯では、自身初の ISU グランプリシリーズ表彰台となる3位となった。2005から2006シーズンのトリノオリンピックを最後に、現役を引退。 4回転サルコを得意とした。オフアイスでは教員免許を取得して教育省の仕事に携わっていた。 2005から2006シーズン2004から2005シーズン2003から2004シーズン2002から2003シーズン2001から2002シーズン2000から2001シーズン1999から2000シーズン1998から1999シーズン1997から1998シーズンハット フィギュアスケート選手名鑑2006新書館2005年12月 P100 斉藤隆子編カラーズフィギュアスケート男子シングルフォトブック青葉バ出版2006年2月 P107 ありがとうございます